こんにちは。お風呂？昨晩入ったよ。すごくない？太陽のさ、光でさ、すごいなんか CM できそうなもやかかってる。え、ほんとこの髪の毛やばすぎ。美容院行こう。さすがにこの毛色はやばい。会社員がこれはアウトだよね。こんにちは皆さん。トリートメント、これあと出ていいのか。髪さ、何回も染めてるけどさ、結局さ、どうするのが一番正しいのか分かんない。カラーシャンプーとかも結局使ってないし、まあ使わなくても問題ないしみたいな。ご無沙汰です。お大事になさってください。すごいよね、毛先。毛先をさ、私一回自分でブリーチしたのよ。1年前かな。それがやっぱすごい、ずっと残ってる。抜けたものはもうずっと抜けてるんだね、髪色ね。もうすぐで髪を赤くして1ヶ月。だいぶ、なんだろう、赤っていうより茶色になってきたかな。最初めっちゃ赤かったけど。だ、一刻も早く髪伸びてほしいからさ。でもまあその分ね、黒いのが出てくるよね。配信中ってやろう。ちょっと待って、アイロンはパナソニックのやつなんか使ってる。海外でも使えるみたいな。4年前どころじゃないか、修学旅行、高校の行くときに海外でも使いたいからと思って。なぁと思って、そう、これにしてるわけなんですね。ちょっとさ、配信始めたところで悪いんやけどさ、配信の場所変えていい？都合が悪くなりそうな場所に来てしまった。どうしよう、これラジオ配信に切り替えることできるのかな。別場所に移動したいんだけど。バックグラウンド配信を有効。わかんない。30秒待ってもらおう、みんなに。じゃあ今からこれを上に持っていく。これを持っていくでしょ。でメイクポーチを持つ。で
一回切るとさ、ほらみんな見てくれて申し訳ないから、カメラオフのやり方わかんない、はい、ラジオ、一回さバックグラウンド配信を有効にする、ラジオ配信に設定しま、これ一回ラジオ配信に設定したらダメなんかな、どうなるんやろ。わかんないよね、どうなるかなんてね。まあ、とりあえず30秒待ってくれますか。どう、30秒経ったかな。ちょっと今場所変えたんだけどさ、寝室に来たわけ。するとさ、いやまだ布団が敷いてあるんだよね。見てて、ほら布団ね、見て、ほらメロちゃんが寝てるんですマイメロお休み中です。どうしよう、待って、かわいいマイメロの寝顔、もうこれだけでもいいんだよねかわいい、何を見せてるの私はみんなに今。どうしよう、ちょっと配信する場所のタイミングミスったじゃん絶対待って、おじいちゃんにね言ってなかったの、配信するって。申し訳ないな。じゃあここに置いといてここに置いといて、私はい不安定、ちょっと今から三脚の準備するからちょっと待って、すっごい丁寧にお布団が敷かれてるんだよな、まだ。三脚を置く、これを高さを上げて、おお、あれだ、頑張る、ちょっと待って、いやこの三脚ほんと便利、こうで、こうして、こう、あ完璧じゃん。できたよみんな。あーヘアピン持ってこいと思ったら忘れちゃった。これさ、もうちょっと遠くにする、すっごいね、ここに来るとね、あの太陽の光でめっちゃ綺麗に見えんの。でもさ、こっちに行くとなんかもう違う部屋もどんどん映っちゃうからさ、さっきよりマシ？眉毛描くわあれ私、はい、私の鏡をお持ちの方、はい、いました、こちらにおりました。あーいちご持ってこようと思ったのに、いいや眉毛描いてからにしよう。自然光漏れ、オーイエス、自然光は漏れるでね。今日は金曜日、早いね、早い。来週は私の誕生日です。ん、はじめまして。今ソロちゃん何してんだろう、何
してんだろう、連絡先も分かんないな、知りたいな。ん？私の眉毛何？何？あんま見んといて。え、前メロと普通に寝てるよ、そう。普通に。私の眉マスカラをお持ちの方、はい、こちらにおりました。自然光漏れ最高だね。ショールームなんてさ、しなかったらさ、絶対私今すごい危険なことしてる。ショールームなんてしなかったらさ、こんな毎日メイクしなかったよ絶対。なんかさ、今までのさ稽古とかさ、初めの方はさ張り切ってさ頑張ろうと思ってさ、めっちゃメイクしてってたけどさ、もうだんだん1週間2週間慣れてくると、みんなもなんだけど、だんだんなんかメイクしなくなってくるついね、めんどくさくなっちゃうんだよね。もう髪の毛まとめればいいかみたいな。え、ディオール使ったこと、少なくとも買ったことはない。ディオールって何があるっけ。アイシャドウしかイメージないな。あとなんだろう、ディオール、なんだろう、使ったことはあるかもしれないけど持ってないかもしれない。うん、ナーズのシャドウと、あとシャネルのアイシャドウとデパコスね、あとなんだろう、ナーズのリップ、え、3つだけじゃない、デパコス、 あとはクリスマスコフレとかもあったりするけど、そんなもんかもしれない。香水とかヘアミストとかも、へえ、あ、ディオールのグロス、あのマキシマイザー、昔紅白出場した時になんかもらった、誰からなんかね、NMB 全員もらったんだよね。あれ結構しばらく使ったけど、だから高いから自分で買わないんだよねいや眉毛描かなくてもいいね、色の問題だよね。だ、黒だけどなんかちょっと薄く見えちゃうっていうか、髪色が茶色だからさ。眉毛薄、剛毛すぎて眉マスカラ使わない、どういうこと、どういうこと、薄いからじゃなくて、ナーズのパウダーいいの、そうなんだ。私パウダーは雪肌精のやつが好き。匂いもなんかベビーパウダーみたいな、いい匂いなんだあれ。雪肌精の。眉毛は染めてないからこういうのでね染めるんですよ。これ色ついてるでしょ、これ眉マスカラって言うんですけど、これをこの眉毛に塗ると色が変わるんですね。変わったんです、これでも。もうマキシマイザーね、あれ匂い独特だよね、スッっ
ってするめっちゃ唇めっちゃスってするからさ、逆にこれは唇に合ってないのかなって一回錯覚しちゃうけど合ってんのかな。それで、で私は今ずっとベビーワセリンリップを塗ってます。あれ安いんだよねめっちゃ、300円、安くて300円しない、あのただのワセリンなんですけど、あのめっちゃ保湿がすごいされる。こんにちは、そう眉毛さ、だからさ色染めるとかさあるじゃん。でも眉毛も伸びるしなとかさ、だからまあ毎日メイクするわけでもないし、描くときはちゃんと描こうって思ったのです。ハートがいっぱい。眉毛アート、眉毛アートはさ、ほらなんかもしさなんか脳に異常ができたとしてさ、なんか MRI だっけ、なんだっけ、入るときにさ、こういうやつに入るときに眉アートしてたら検査できないんでしょっていうのをさ聞いてさ、まあまあそこまではいいかなって。もともと私の眉毛はこんほぼこれ、ほぼこれなんだけど、どっちかに左右対称に合わせてんだよね、どっちかに。もうね、眉毛は眉毛サロンあるじゃないけどさ、もしさそれでさ失敗したら、どう失敗されなかったとしても、なんかあやっぱこの子たち嫌だなってなったらどうしようと思って、全部自分でやっとる。もうすごいよ、鏡と一生にらめっこして。え、知らなかった。え、あそう、眉アートってそうだよ多分。あら、お仕事中ですか、お疲れ様です。バレないように見てくださいね。どうしよう、ずっとねアイシャドウ塗るか塗らないか迷って、みんなはお昼もう食べたんでしょうか。みんな初見の方がいらっしゃいました、こんにちは。すごい絵文字が、絵文字で盛り上がってる。ようこそいらっしゃいます。よかったらフォローしてってください。あー、このマスカラもパサついてきたな。そろそろ終わり時か。メイクするときどこ一番大事にする？まつげかな。
まつげかな。眉毛も大事にしとる。けどアイラインはあんまり意識したことないかもしれないです。この目の、うん、眉って言ってた？この目の線にも沿って描けばいいだけっていう認識なんで。こんなもんで、ダメ、私もこの距離でさ、自分の顔見えるくらいでさ、どう映ってるかあんまよく分かってない。あんまアップしすぎてもちょっと嫌。いい天気だね。マイメロちゃんはさ、優雅に寝てさ、私も寝よっかな。もう苺取ってきたいんだけど、誰か取ってきてもらってもいいですか？すいません、お願いします。ダメですかね。無理。じゃあさ、またさ30秒待ってくれる？30秒。10時間？そんな。いい？待っててくれる？騒がしときますね、やって。優しい。ではその間、マイメロちゃんの就寝タイム見といてもらおうかな。ちょっと待ってな。下げるでしょ。どう映るかな、怖いな。わ、すごい、すっごい眩しい。うわうわうわー、すごいすごい、やばいフィルターつけてるみたい。見て、やばくない？これで誰かスクショしてくれない？これで自分でスクショしとこう。やば。でもってどうしよう。じゃあこれは布団なんだよね。メロちゃん起こそうかな。ちょっと待ってな。布団。おはよう。起こした。ちょっとさ、私今からイチゴ取ってくるからさ、みんなとお話ししといてくれる？いい？ちょっと待ってね。今どこでやろうかな。ここでいいかな。これじゃちょっと背景あれかな。でもまあいっか。ここでこうね、ちゃんとみんなのこと見るんだよ。お、いいんじゃない、いいんじゃない。
これでみんなとお話できそう？こんな感じでちょっと上げて、上げると、皆さんこれ、これでこの子と喋っておいてもらっていいですか？いいって。じゃあいちごを30秒で取ってくるから数えててね。で、皆さんはコメント欄を盛り上げといてください。マイメロちゃんに私のこといっぱい教えてあげてください。じゃあ、よいしょ。ちょっと行ってくる。よーい、スタート。30秒絶対経ったよね。ああ、あ、すごい。あ、そんなでもない。え、いちごが、わーい、目の今日かわいい。え、なんか、え、そんな盛り上がって、ちゃんと喋らなかったの？みんなと仲良くしてって言ったじゃん。マジ？あんまみんなと喋れなかったの？そっか、まだ眠いのかな。じゃあいいよ、布団に戻って。はい、おやすみ。メロちゃんはまだ眠かったみたいです。秒だった？だってもう階段超苦手な私が全ダッシュしたもん。マイメロちゃん黙ってまして、それはちゃんと聞いてあげて、なんか無音にしてたんじゃないの？絶対喋ってたよね。あ、びっくり。バタバタ聞こえてた。そうだよ、ガンガンに駆け上がってきたからね。まあ、なんでこの時期に感じるんだけど、今なのかな。めっちゃ美味しい。光ってるから本当に服っぽかった。いた、いた。みんなは今何してるの？あ、今いちご美味しい時期なんだ。春の食べ物かと思ってた。あ、今が旬なんだ。教えてくれてありがとう。こんにちは、ようこそ。でもさ、ほんとケーキ屋さんって年中いちごをたくさん使ってすごいよね。あー、いちご狩りとか行ってみようかな。いいね、遅めのランチ。私ランチまだ食べてない。10時半ごろから朝ごはんを1時間近くかけて食べてた。そしたらさ、もう12時前じゃん。で、そっからさ、ゲームしとったんよ。そしたらさ、こんな時間になっちゃう。なんでそんな時間か。あ、テレビドラマを見てたからか。
何が起こったんやろな。カップラーメンなんの？買い物の帰り、お疲れ様、朝から。弁当差し入れさせてもらって ありがとうございます。優しい、ありがとう。やさおじだ本当に。こんにちは。ん？ 13 時に起きたの？すごいね。あ、そう、自然光ですごいことになって、なんかシャーってなってんね。もうちょっとこっち来る？あ、これぐらいの方がいいか。スプラトゥーンやばいよ。 B- からまた C+ に落ちそう。やばい。できた。やばいわ、ダメだ。もうやりすぎは良くないね。やっぱゲーム私下手ですよ基本。うわっ、ああもう、あー、ありえない。ありえ、あー、全然見えにくいじゃん。あー、何が起こったでしょうか。待ってくれよ。それはさ、良くないと思うよ。今さ、ここにさ、ウェットティッシュないんやんか。髪の毛にさ、練乳つけてさ、手もさ、2本ペトペトでさ、どうすんの？髪にかけたくてもかけれないじゃん。耳に髪かけたくてもかけれないじゃない。こっちもペタペタやし。あー、なんでこうなるかね。これ髪の毛はないって。ね、みんな洗ってきていい？洗ってきていい？ちょっとさ、それは困るんだよね。結構すぐそこにね、多分ね、水あるんだよね。ちょっとさ、よくないよそれは。もうねえ、メロちゃん起きて。はーい。ちょっとさ、髪の毛に練乳つけちゃったんだからさ、ちょっとみんなとまた仲良くさ、お話ししてもらいたいんやけどさ、いい？すごいね、自然光って。やばいね。あ、まだそんな眠いの？待ってよ、ほら。じゃあ、みんな、よろしく。あー、もうやだねえ、メロちゃん。ちょっとやだ、これも本当に。メロちゃんの出番やーってみんな言ってるけど、会話してなくない？え？よいしょー。待って、うえ、あれ、あんま喋ってないの？喋ってなくない？あれ、また寝ちゃったのかな。おかしいな。こんにちは、メロちゃんって言ってくれてるよ。
今日も素敵な頭巾ですね。だってよかったね、可愛いから言ってもらえてよかったじゃん。寝るの？まだ寝るの？寝すぎじゃない？あなた、私がいない間もいる間も寝てるでしょ、いつも。寝るんか。お、メロちゃん誕生日おめでとうだって。よかったね、よかったね、嬉しいね、言ってもらえて。あ、ほらメロちゃん今日もキャオタンねって言ってくれてるよ。よかったね、褒めてもらえて。じゃあお隣にいてください、可愛いから。あ、耳だけ、出演料高いから耳だけ。確かに高校し、やばい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 、またまた、これくらいか。え、 T シャツで今なんだろう、太陽であったかいから大丈夫。アイメロコスなんてしないよ。ねえ、メロちゃん可愛いんだからそんなにするわけない。練乳の匂い取れた、大丈夫。うん、私昨日思ったんだけどさ、めっちゃ前髪伸びて、もう1ヶ月ぐらい伸ばして、1ヶ月以上伸ばしてるんだけど、どう？だいぶ伸びた。私も頭巾、頭巾かぶらないよ。さ、いちごもう一回ちゃんと食べよう。前髪流してた時代が好きでした、ありがとうございます。若かった高校生の時代ですね。だいぶ自分でも見慣れてきたっていうか、でもね、左目にかかってくるわけ。こう、こうピチッとこういう斜めのカットにしてもらえばいいかな。え、でもどのタイミングで切るかな。いやでもしばらく切らないかな。あ、ごめん、当たっちゃったね、ごめんね。こんにちは、ようこそ。わ、めっちゃイカだ。え、かわいい。いやー、いい天気だ、快晴だな今日は。あ、でもちょっと風吹いてるか。ツーショット見てるとお互い前髪を思ったねえ。ほんと卒業前とかさ、2年前めっちゃ前髪重いもんね、びっくりするよね、時代感じるよね。あのね、綺麗に今よりももっと、どっから撮ってたんだろうね。あ、そう、イケイケだと思われてた時代。そう、そんなことないんです、全然そんなことなくて。けどあの宣材写真のおかげでソロのセリフをいただいたから。
なんかさ、足、あ、トゲじゃなかった、かさぶただった。そう、ちょっとね、黒いのが目立ってきた。え、すごい。ほら、やっぱ昼ってさ、1時間経ってないのにもう1000人近いもん。いや、すごいな。やっぱなんか分かんないもんだな。分からんもんで。あ、きっとあれだ、パイメロちゃんがいっぱいあれだわ、見てくれてる人を増やしたんだわ、絶対そうだ。あ、初見の人がいらっしゃいました。はじめましてですか。ようこそ、いらっしゃいませ。拍手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 。今、東京にいます。東京にいるよ。あ、唇色ないからリップ塗ろう。ようこそ姫のお部屋で、ありがとう。すごい、唇だけやったら色ある人みたいな。あ、よかったらフォローしてってください。お願いします。さてさて、何の話をしましょうか。え、かわいい、なんで。え、こんにちは。もうどうにかな。あ、こんにちは。あら、ねえ、みんな聞いて、初見の方が2連ちゃんでいらっしゃいました。あら、どうも、久しぶりと、ちらっが来ましたよ。ありがとう。よかったらフォローしていってください。お願いします。ここのリスナーの皆様ね、あの初見の方大歓迎しておりますので、こんにちは、ありがとう、来てくれて。おかげさまで1000人超えました。よかったらフォローしていってください。いらっしゃいませ。ね、初見の方たくさん。 NMB の時に握手しに行きました。わお、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ヘリコプター、飛行機、どっちだろうね。ヘリコプターかな、なんだろう。おー、いわゆる子さんの方なんですかね、初見とはいえ。チーム M 時代ありがとうございます。最近の悩みなんだけどさ、あ、握手会もありがとうございます。あの、眉間のシワがやばいかもしれない、やばいかもしれない。本当に私も昨日の夜さ、鏡見てさ、地味にさ、なんだろう、癖づい、こうするの癖づいちゃったのかさ、
線がある、いやいや若いのにまだここに線はくっきり作りたくない、どうしようねえなんかさ、なんだろう、初見の時の思い出忘れます。ありがとう。リップ塗ると美人のままーす。本当ありがとう。ほくろ大きくなった、わからん。もうマジでマジでさ、なんかさ嫌だね何演技とかさしててさ、感情をさ、なんだろう、マスクしてるから余計にここで表そうとしたときに、あの楽しいシーンよりシリアスな、なんかちょっと緊迫したシーンとか、が多いから、どうもこうなっちゃう。あーやだな、これ癖だ、絶対癖になってる。眉間にシワを寄せてしまうの、いやだいやだいやだよ。それ以外で顔表情を表したいよ。こんにちは、初見の方だ。アバターめっちゃ可愛いね、よかったらフォローしてってください。本当に嫌だ、もうここにシワだけは作りたくないんだよ。けどね、今ねいるのだから、昨日めっちゃ念入りに保湿したあ、今日は消えてる。昨日の夜すごかった。あーいるかな、いやでもまあ大丈夫か。ほんとやばい、絶対に眉毛に、あの眉毛を寄せない、寄せずに、なんか表情を表すって難しいな。なんだろう、なんかさ、やっぱさ、普通に喋ってるだけじゃさ、わかんない、伝わらないけど、演技をしていて、でもなんだろう、恥ずかしいな、なんか問い詰めたシーンみたいなあるんですわ。でさ、うわって言いたくなるから、さ、目カピライトこのまま言ってたらめっちゃ怖いじゃん1000人突破、いや本当に最近の悩み、マスク、もうね、絶対ね、もうみんな思ってると思うんだけど、その一緒に稽古をしてる人、マジ顔わからん顔わからんからさ、なんかで朗読劇だから余計に人と目を合わせてめちゃくちゃ喋るみたいなのが少ないから、本当に顔がわからん。で、一番よく絡む方がいるんだけど、めっちゃさ
前髪割と長くてさ、もう目も見えるか見えないかみたいなだからほんまにどういう顔してるか分からへん困る、マスク。初見の方がいらっしゃいました。わ、すごい名前の表し方してる、おもろ。いらっしゃいませ。朗読劇、朗読劇は朗読ってあるじゃないですか、本読む朗読、それのそれで演劇を、作品を作るっていうのをやってます。本当にみんなの顔を知らなさすぎてるから、一回ね共演とかしてる方とか、知ってるか、元から知ってる方はね、そうわかるけど、だから、うん、事前にツイッターか名前検索してどんな顔か知っておくようにしてる。きっとお互い、私だって思われるだろうし、どんな顔なんだ、しかも最近前髪長くて左目隠れてるし、なんだってなってると思う。そう、目だけだと本当本当わからない。ちらっ、いました。すごい、もう1200人だよ、すごい。アバターにオムライスがいる、美味しそう。こんにちは。あ、そう、最近ピアスしてないどころかさ、ピアスさ、あの今この部屋に、この家に持ってきてなくて、もう一個別の家にはあるんだけど、どうしよう、塞がってるかもしれへん。え、ちょっと今、そう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 、昨日思ったんだよそれ。わ、これ閉じてない？結構もうだって1ヶ月近くつけてない気がする。少なくとも年明けてからつけてないし、閉じちゃったかな、やだな。明日ぶっ刺してみるわ。明日、おばあちゃんはピアス開いてないし、いやでもこの、いやこの感じはちょっと塞がって出ませんか。だって私耳たぶ結構厚いんすよ。薄い人ってほんとなんかもうちぎれそうみたいな。一番分厚いところで開けてるから、中がどうなってるかわからない。こっちもそうなんだよ、穴はね見えるんだけど、でも開いてるか開いてないかで言うとちょっと怪しいところです。なんかピアスさ、つけるのついめんどくさくなっちゃうっていうか、忘れちゃうんだよねつけるのも。なんせいつもドタバタで家を出るわけですから、アクセサリーなんてほんと余裕、気持ちと時間に余裕がある時しかつけてない。
つも電車に乗ってからあーつけの忘れたって思っちゃうんですよね。そうなんだよね。この子はいつもこんな可愛いリボンをつけてるのに、頭巾もちゃんとかぶって偉いね。ミップルメップル可愛いっしょ。こんにちは。そう、これサンキューマートかな、で昔買ったミラーです。閉じたらもう一回、あ、じゃあ開けれるんじゃない。でもその今この開いてる位置と同じところに開けれるかどうかは分からんよね。でもピアス、あのブチ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 っていけるはず。明日チャレンジしてみるからさ、忘れてたら言ってください。強制的に明日も来させるっていう配信に。どこかで見たような。え、どこかでとは。あー、ピアス開けた時痛くなかったよ。痛くなかったピアス。うん、痛いって思ったかことは一回もないかも。そう、ピアスもね、アクセサリー屋さんとかさ、つい可愛くてさ見ちゃうけどさ、はあ、でも家にいっぱいあるしなって断念しちゃう。可愛いの欲しいんだけどね。いや、いいよね。なんかそう、アクセサリー屋さん行くとつい長居してしまう。わかる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 。あ、閉じてたら今閉じて、うん、だってさ、例えばさ、どっかすれむいちゃったとか怪我して切っちゃったとか言ったら、でしばらくしたらさ、傷とかって再生してさ、治るとき痛くないしよ、別に。それと一緒だと思う。ただ皮膚が再生されていてるだけ。あー、イヤリングね、落としちゃうとかね。うん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 。私もなんでピアス開けたかわかんない。ママが開けてるから開けた。それ以外に理由はなし。選挙の時に現地にいた。あら、どこの選、どれ、どのタイミングの選挙だろう。いろんな会場でやったからね、あれね。実写版プリキュアのホワイト、私そのままできそう。私でもあれやったんですよ、一回。谷川愛理ちゃんと二人がプリキュアのコスプレして、まあどっちかって言ったら、まあこっちだよね、私がね、絶対にそうやった、あれよかった、楽しかった。いちごを食べますね、最後の一個ね。これさ、このヘタどう思う。このヘタ食べるか悩んでこの突き刺し方にしてしまったんだが、ちょっとヘタあんま好きじゃない。
今撮ってます、すいません。へったへった、あーいちごの果汁が落ちるんじゃないぞー、パク。おいしい。いちごはおいしいだよね、やっぱ絶対ヘタギリギリに切るタイプだよね、ばあちゃんね。すごい、1442人、わーい、みんなみんな、いやー、私が黙る時間になっちゃった。マイメロちゃん助けて。応答なし。あー、みんな、いちごの葉っぱめっちゃ実まで切っちゃうの。なるほどね。おばあちゃんほんと葉っぱだけ切り落とすぐらいの感じなのかもしれない。ほんとなんかこれ茎かなみたいな。服こんにちは。お、話に困ってたところ初見の方がいらっしゃいましたよ。かわいい、クマが犬抱いてる。よかったらフォローしてってください、お願いします。福岡、新潟、沖縄、名古屋選挙の時に、すごい、4つも。お疲れ様です。にしてもいろんなところ行ったんだな私と。こんにちは、みんなも拍手ありがとうございます。うとうとしてよろしいでしょうか。ちょっと待った、なんでなんで私の話が面白くないって。そうだよね、面白くないよね。だってさっきからなんてことない話ばっかしてるもんね。そうだよね、そりゃうとうとしちゃうね。うん、そりゃそうだよってマイメロが言ってる。そりゃそうだよ、うとうとしても仕方ないよ。仕方なくないんだって。楽しくおしゃべりしてるはずだけどうとうとしちゃうって。あー、こんにちは、初見の方がいらっしゃいました。うとうとしてる場合ちゃうで。起きて。起きて。起きて。みんなで拍手大歓迎や。よかったらフォローしてね。あ、メロちゃん
あんよの裏も可愛いよって言ってくれてるよ。みんな見せる？あれ？可愛いねって。足可愛いねって。私にはないからそれ。可愛い。ありがとう。コメントいっぱいしたい気持ちはあるんだけど、一応仕事中。仕事中だったの？頑張って。仕事中の人頑張って。あ、初見の方こんにちは。ジャカルタのファンの方かな。ようこそいらっしゃいませ。私がよく聞く曲は TWICE さんの、なんか去年かな、めっちゃ新曲いっぱい出て、それを聴いては振り起こしをして踊る、振り起こしては踊る、振り起こしては踊るの繰り返しをしてますね。うん、いつも隣で踊ってるよって。音声ありで見れてる？顔は見てる？顔見れてなかったらめっちゃ気まずいんだけど。だって一人でさ、マイメロちゃんとさ喋ってるのさ、音声で聞いてたらやばくない？何してんのこの子ってなるよね。ん？ならない？あ、そう、あ、ならないって、この子がならないって言ったからならないみたい。じゃあいっか。顔好きだってマイメロちゃん、よかったね。画面も見えてる？可愛いリナッチ見えてる。ならよかったです。いや、ほら、音声なかったらさ、なんかぬいぐるみを大事にしてる子なんだろうなってさ思うけどさ、なしだったの、画面見えてなかったらだいぶこの人は一体何を喋っているんだろうなっちゃうしょ。スペシャルサポーターの人と話しなさいだって。ちょっと今太りゴロンってしそうになった。いやー、あ、メロちゃんお耳の裏も可愛いって。そうなんだよ、これ可愛いんだよ、ほらね。これ特別なね頭巾にしてもらったんでしょ。マイメロディフラワー&リボン。全3種類もあったの？3種類もあったの？あなた1個しかいなかったじゃない。3種類もこの色でいたの？なんで教えてよ。なんで？はい、こんにちは。こんにちはって。なんか太陽の位置変わっちゃったのかな。すっごい暗、なんだろう。自然光をあまり感じれなくなった気がしちゃうんだけど。あ、ちょうどでもこれならいいか。しー。よく覚えてるね。そうそうそう、メロちゃんのさ、マスコット、あ、太陽出てきた。3
3種類あって、ので買わなかったんですね。でもう一個可愛いのがあるのに、もうツイッターとかで調べてももう売り切れみたいな。でその子一人ゲットできたんです。おばあちゃんが見つけてくれて、それで買いました。二人揃いました。めちゃくちゃ可愛い子がね。あ、でもあなたまだご対面してないんじゃない？そうだよね。そう、ずっと違う部屋にいてあなた寝てるからちゃうよ。サンリオショップで買えたんよね。そう、売ってたんだって、ラスト5個。それでなんとか買えて、今ここにはいませんが、そう、おばあちゃんグッジョー。いやー嬉しかったなあ。そうそう、それもいつだったかな、ショールームの配信してる時にゲット、あ、配信する前かにゲットした連絡が来て、めちゃくちゃ嬉しかったです。すごいよ。もう少しで2000人って言おうとしたら、サンリオピューロランドは遠いから、多分10年ぐらい行ってないと思う。うん、全然行ってない。10年は行ってないね。夜も配信するかどうかは見ていい。すごいよ、一人の人がね、めちゃくちゃね、メロちゃんのこと褒めてくれるんで、よかったね、喜んでますね、よかったね。みんな寝た？皆さんどこに？いやでもそりゃコメントするわってさ、私が喋んなきゃ悩んなあ、書くことないべな。お？お？でも本当なんか見たことないアバターの人がねいっぱいいるんだわ。おもろ。え、すっごいリアルな犬がいるんだけど。え、もうキャラクターとかじゃない、ほんとガチガチの柴犬かな、柴犬がこっち見てる。あとなんか黒いさ4本、何あの、なんつったらいいの、黒、真っ暗な人がいる。え、アイスに乗ってる子めっちゃ可愛いじゃん。あずきもいるし、え、怪しめの枝豆もいる。
いや面白いね。仕事中の人もいる。お疲れ様みんな。1806人今。さて、充電が 10% いくのが先か、2000人いくのが先か。ああ、私は2000人いくのが先かなって思います。みんな来て、あ、みんな来てって書こう、テロップに。お話、こんにちは、お話ししましょう、しましょう。だって今お話できてないんだもん、みんなと。完全にお話しましょう、来て来てってやったから絶対来る、絶対来るべ。え、 10% が先。どうかな。今度美容院行こうと思って。そう、髪色はもう少なくともこの子は落ち着かせなきゃいけないし、こっちもちゃんとしなきゃいけないし、でもまた赤にすることはないかな、なんせ会社員なもんで、役が会社員ですから。2000人、まあそれも、あ、10% 行くまでに2000人、16時までに2000人、どっちかな。東京ではエアーには行ってないですよ。子守唄なんだと。あ、髪色の指定今回特にないですね。なんとも言われてない。あ、宅急便、あの出てくれてます、大丈夫、ご安心を。あと130人。ご苦労様です。舞台で髪色のしてあったことないな今のところ。だ、自分でさすがにこれはやばいかなっていうので染めるかもしれない。いつも例えばこういうのとか、こういうのとか。一回ブリーチしたものは本当なんか色すぐこの明るくなっちゃう。しゃあないね。何頼んだんだろう、ふるさと納税のがよく最近来てるからそれかもしれない。あ、すごい、今この今のうちじゃない、4時になったらさ、4時になったらってか4時に近づけば近づくほど太陽がここに入ってこなくなる気がする。ベスポジ見つけて今んちに撮ってもらおう、みんなに。あ、めっちゃルコック。もうちょっと遠くにしてと。てください。すごい、 T シャツで宣材写真撮ってる。
いい感じに太陽の光を感じたい。ちょっと太陽を使うわ。太陽を。光りすぎかな。あ、これぐらいがちょうどいいんじゃない？私も撮ろう。はい、撮った。こんにちは、どうも、いらっしゃいませ。マッコイさんですか？ラスカルに似てるアバター。いらっしゃいませ。あ、リアルな柴犬だ。ナイスショットいただきました。ありがとうございます。あ、ねえ、みんな見て、今1919人。これは近いぞ。どっちが先かな。胃がゴニョゴニョ言ってる。そういえば昼ご飯食べてないな。明日あとでパスタでも食べるか。でも4時か、早いな。え、年末カフェやりたいって言ってたのはガチですか？え、これはもう将来のガチやで。将来。今はそんな経済力ないからさ無理やけど、なんか私は大阪の梅田が好きなんですよ。で、梅田っていっぱいカフェあるけど、なんか行きつけのカフェができないだよね。だから私ぐらいの年齢の人とか高校生の子が簡単に行けるようなカフェにしたいなって思うのよ。なんかノリはスタバだけど、スタバで全国どこにでもあるから、そうじゃなくて梅田のどこどこ集合みたいな、集合しようみたいな、いいよっつって、でそこで長居する勉強とかじゃなくて、本当に女子会、女子トークできる場所を作りたい。私は逆に作ってほしい。そういう場所がないんだもん。だってなんか絶対ここみたいな、こ
ここ集合みたいなのがあったらいいのになって思うな。だからいつもどこ行くってなっちゃうの、友達と行ったとしても。どこ行こっかって言っても大体混んでるしみたい。だから座席数をめちゃくちゃ増やすか、いやでも狭すぎても困るか。そう、のんびりできる場所、まあ、お一人様でも全然どうぞごゆっくり。あー、まあでもファミレスに近いかもしれないなあ。そう、誰もが利用できる、行きつけになる、もしくはまあ集合場所といえばここみたいな。一時期の流行りのなんかって行列ができましたとかじゃなくてのカフェが欲しい。ビレ版でマイメロの和服バージョン100円で売ってた？あー、料理を何に出すかまだ決めませんよ、そんな。でもまああるとしたらケーキかな。いや、そう、私だケーキ、あのケーキ屋さんでも働いてみたいんだよね。でもそんな簡単に作れるわけないし、ああいうのどうやって発注してんだろう。お、あと2人になってる。あ、充電今何パーかな。お、来るか。あ、2000人今充電はね、確認したら 14% でした。カフェだと狭くてファミレスにしちゃうから。なるほど、なんだ、共有スペースでも作ればいいのか。何を目指しているんだけど、なんかでも本当にそういう場所があったらいいなって私は思うんだよね。マジでマジで、自分がそういうところ欲しいから。だってさ、よくさ遊ぶ友達とマイドスタバなわけにもいかんや。なんか新しいカフェとか作る人すごいなって思う。で絶対テナント料高いから、もうそんなマジで来てもらう。マジで来やすい場所にする。でもあんまなんか 4,5 時間いられてもあれやからな、多少の時間制限設けるか。でもな、友達ととかだったら全然 3,4 時間喋れちゃうから、混んでる時は2時間、そうじゃない時は4時間。どうや。経営の勉強せなあかん、そんなちゃんとやるんやったら。何もせずにやったら大事故起こしそう。ハムちゃんに会いたいな、大阪にいるから会えてない。会いたい。寝カフェじゃん。それはさ、だからそうじゃないんだって。寝カフェは寝カフェの良しさがあるじゃん。そうじゃないんだよね。なんか友達と
だ私今さっきお一人様の話をしたけど、2、3人4人とか、高校生では大学生で授業終わったわーって、あそこ行こうって行ける場所が欲しいな。また太陽が隠れてしまった。おーい、光くださーい。おーい、え、もうどっか行っちゃったのかな太陽。来い太陽の光。来ないよ。2000人が行ったところですが、充電がそろそろやばいというのもありまして、もう4時に近いし、そろそろ最後のお時間となる予定ですけれども、どうですか。こいつも終わるタイミングむずいよね。いいですよ、笑うわそれ。え、すごい、ヨッシースタンプのアバターの人いる、やば。そんなのあるんだ。すごい。どんどん人が溢れている。2000人さっき行ったばっかりなのに、もう100人集めたんよ。え、みんなすごい、来てくれてありがとう。星集めだけでもいいし、あのフォローポチッとポチッと押しとくだけでもいいんで、お願いします。じゃあ最後にもう一度スクショを撮りたい人が絶対いるはずなので、何かできる範囲でしてほしいポーズはありますか。はい、見ましたか。コメントが来るまでメロちゃんが対応します。みんな、みなちゃんのためにコメントしてあげてください。みなちゃんが最後スクショするって。ねえねえ、みんな、あ、1個来たよ。フォーチュンクッキーのおにぎりポーズわかる？なんだろう、おにぎりポーズって。めっちゃむずく、めっちゃマニアックなところ行くね。かわいいポーズ、うさ耳だって。それはできそうだね。あとはあとは、まだ来てないよ。あら、そうなの。そうだな、来ない、わかった。おにぎりポーズなんなんか波動出しそう波動は効果かわいいポーズ。
うさみみ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 的な耳ミス的な何それ。ピョンピョンピピピピピピマイメロみたいな。マイメロの耳ってオープニング。あ、初見の方がいる。いらっしゃいませ。ようこそいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。よかったらフォローしてってください。耳見せ？耳見せ？耳見せってこれで合ってんの？え？耳見せ？これから筋トレファイト、レッツゴー、レッツゴー、イエイイエイファイト。ちゃんと筋トレしろよ。だって。マイメロがそう言ってるんで頑張ってください。これから筋トレするんだって、偉っ、強っ。私なんてこれから何しよう。ありがとう、頑張ります。だってよかったね、頑張れよ。はい、私筋トレする？する？しない。ひなちゃんはできません、そんなこと。2241人、すごい。じゃあ順位があまり変わらないうちに先にあれを読みますね、ランキング。すごい、なんか50位とかのところ見てた。じゃあ、みんな危ない。13位、たかしんさん。12位は読めないよ、やばいよ、コメントしてください。で、11位がビーショップさん、ビスホップ、え、どっちだろう、教えてください。やば、難しい人多いぞ今日。10位、たかひでさん。9位、みーたさん。8位、手巻き寿司おさん。7位、マッキーさん。6位、コラコラさん。5位、やまちゃん。4位、ラブニャン。3位、よしあきさん。2位、ありがとうございます。コメントしてくれ、やとみさん、やとみさんで合ってる、やとみさん、ありがとうございました。こんにちは。あ、初見の方がいらっしゃいます、ありがとう。こんにちは、よかったらフォローしてってください。グッジョブ。コスメ断捨離、マジか、なるほど、頑張ってお仕事中の方も頑張ってください。それでは皆様、またお会いしましょう。切ります。じゃあね、グッバイ。ほら、あなたも一緒に、みんなおやすみ。バイバーイ。